こんにちは、あゆむです。よろしくお願いいたします。今回は石田流対策の続きということでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、先手が7六3四歩で7五歩と突く変化ですね。前回はこれに対して、4二玉と上がった時に後手が7八飛車とね、回ってくる変化を調べたんですが、8八角成同銀4五角で、ギリギリですが後手が若干観させるかなという感じでしたね。ということで、プロの主流はほとんどこう6六歩になってますね。で銀上がって飛車回って、歩ついてと銀上がって、左美濃に囲っていくのが一番ベストだと思いますね。王様引いて王様引いてと金上がってついてとでついてとで、ここからですね、藤井九段がすごい構想を見せて、なんか端に桂馬跳ねる含みで、この3九玉型のまんま待機している変化も近年現れたんですけどね、それはまた後々やっていこうと思います。今回は普通に石田流本組にしていくやり方を見ていきますね。この辺は普通なんですけどね。で5四銀と上がった時に後手に大事な手がありまして、ここで2四歩と突くのが大事な手ですね。仮に銀上がられても、こうね、自然に銀冠に組みながら3四の歩が守れるということですね。ということで4五銀はしないで、2八玉とか上がってくるんですけどですね。で2二玉とお付き合いして、でここで端歩付き合ったところで先手の分岐点ですね。7七角型が一時すごい有力とされて頻繁に指されていたんですが、じゃあ石田流本組にする指し方はどうなのっていうことでちょっとね見ていきたいと思いますけれども、そうですね、石田流本組をちょっと見ていきますね。普通に銀冠に組み上げて、向こうも石田流本組を作ってというところで、ここが先手の分岐点ですね。で6五歩と突っかけてやれるんじゃないかってパッと見は思うんですけどね。これに対しては同歩同銀に、例えばこういう手だとこれで簡単にさばかれてしまうんですが、同歩に、どっちかな、同銀でもこう同銀かな、普通に同銀で同銀同飛車、これはねちょっとさばかれて完全に失敗してる形なんでダメですね。ということでここで6二飛車と回るのが好手ですね。で当然こう突っかけてくるんですが、同銀に同銀と取るんですが、ここで飛車を成る手が、取れる銀を取らずに飛車を成る手が好手で、次のこう9九竜を見て後手が優勢ということですね。ということでこの6五歩と突っかけてくる仕掛けは成立しないので、一手なんか待ちたいんですけど、そうですね、普通に駒組みを進めようとすると、ここの局面後手に狙い筋があって、こう飛車を寄る手があるんですね。で次に端から突っかけていければ後手が有利になるので、先手はなんか受けなきゃいけないんですけどね。例えば角引くとかして、角引くとこう飛車を回って、で角を出て、また飛車を回って、また角引いてっていう感じで、千日手を狙う変化があるんですね。後手番なので、千日手は大満足ということで、ちょっとね、4六歩はやりづらいと。で仮に飛車回りに桂跳ねでしたら、もう一回飛車を振り戻して、歩に、一回こう飛車を浮いておけば、ですね、ちょっと進行の一例としてやってみるんですけど、ちょっと無茶苦茶な手順なんですが、ちょっと目つぶって見ていただいてほしいんですけどね。こういう感じで、金で桂跳ねて、金でと。こういう感じになったときに、例えば、ですね、こうやって一歩交換したとすると、ですね、こうやって飛車を引いて、この桂頭に歩を打つ手を狙う構想があるんですね。これがちょっと一歩交換してこう桂頭に歩を打つ構想がちょっと後手は受けづらい形なので、これは後手がねおそらくいいと思いますね。ということで
ということで、ここで待機はちょっとできないと。4六はできないと。ということで、ですね、香車上がる手が一時期有力と見られた手法ですね。これ何かっていうと、さっき、例えばね、適当に手待ちしたとすると、今度こそ突っかけてきて、同銀に飛車回って、4歩、同銀、同銀の時に、6九飛車成が香車に当たらないという寸法ですね。非常にうまい手待ちなんですけど、それに対しては、後手もちょっと一工夫というところで、8四飛車と浮く手があるんですね。で、6五歩との勢い突っかけるしかなくて、同歩同銀にですね。ここで6四歩と打つと、おそらくこう突かれてさばかれてしまいますので、同歩なら銀ですね。これはちょっとどうなんだろう。取って取って銀打つ手はありそうなんですが、そうですね。しかし取るのかな。取って取って取って歩打ちに、飛車さばいてと、駒損ながら香車上がった手が生きてますね。4一銀の割り打ちもあるし、こう8二飛車もあるし、確かにここまで進んでみるとあれですかね、ちょっと駒損ながら振り飛車がいいのかなという感じですね。なんか普通にこれ食らった覚えある気がしますね。というのはやっぱ研究してないとどうしてもこうハマっちゃうので、で同銀に9五歩が正しい手順ですね。で、同歩だとちょっとですね、同歩はということで、同歩にはごめんなさい、同歩には、同香と走って、で9六歩と受けるしかないんですが、そこで同香同飛車に7七角成で後手が優勢ですね。仮に飛車を成ってきたとしても構わず8七馬と取って、一見こう6四歩厳しそうに見えるんですけど、よく見ると銀取った手が竜に当たってるんですね。これは全く先手がダメということで、同歩とは取れないということで7四歩と仕掛けていきます。仮にこれに、そうですね、同銀もありそうなんですけどね、同銀同歩に、そうだな、角とか出てきて無理やりさばくのかな。これは結構嫌かもしれませんね。ということで実戦は同歩と取って、歩に銀出て取って取って、銀とね、プロの実戦で確か銀打った変化あったと思うんですけど、これは普通に後手が勝ったので、ちょっとこちらを調べてみたいと思います。に対してはこう取り込むのが強い手で、こう金を取られるんですが角を取り返して、ただね、6三にと金作られて、これも非常に痛いですね。でここで大事な一手があるんですけれども、ちょっと私には指せなかった手なんですね。仮に香車取ると突金寄られて銀打って桂跳ねて、後手がおそらく若干いいとは思うんですけど、実戦的にはちょっと勝てない気がしますね、後手が。こっから先手の猛攻を受け切って勝つのはかなり技術が要求されるので、ちょっときついかなっていう感じですね。アマ大会とかの短い持ち時間だとちょっと実戦的に後手がきつそうなんで、これもっといい手ないかなと思ってソフトで調べたら、7五歩と突くのがいいみたいですね。これで仮に同飛車ならこう7四銀と打って飛車引きにこう歩でね、で6四飛車に7七角成に銀成がきつそうに見えるんですけど、よく見ると7四の銀で6三のと金外せるんですね。これは明らかに後手が受け切ってる格好ですね。ということで、ソフト対ソフトでやらせてみたら飛車を回ったんですけど、これも取って銀成、やっぱ銀成きついんじゃないのって思ったんですけどね、同金同飛車成は
飛車が侵入してきて相当嫌な形ですからね。ここで次の一手が素晴らしかったですね。4一歩、いやこれ初見じゃとても指せない、すごい渋い手だと思うんですけど、まあやっぱここまで知らないとちょっと石田流本組を倒したとは言えないのかなというところですね。まあ取って取って金かけてと、で銀打ってと金寄って、まあと金よりも厳しい手ですよね。でここで7三角がまた素晴らしい手ですね。で取って取ってと金寄ってくるんですが、まあ、銀打ちが正確なしのぎで取って取って銀かけてくるんですが、そこでここで次の一手がまた素晴らしかったですね。桂打ちと、いやーでもこれ知らないと絶対無理だなっていう手のオンパレードで、うん、まあ例えばここに桂打ちに王様寄るような手だと、そうですね、まあ飛車取って、まあ取って取って取った時に、まあ飛車捨てて詰んでますね。うん、ということでちょっと取るしかないんですけれども、まあ同歩で銀を召し取って優勢と、そうですね、まあちょっと桂でプレッシャーかけてきたんですけど、まあ、これ厳しい手ですよね。まあ、仮にこういう逃げ方するとこういう桂捨てがありまして、これは一気に逆転模様ですね。うん、同角なら銀取られちゃいますからね。ということでまあ取るしかないんですが、ここでまず次の一手が素晴らしいですね。次に桂成りが厳しいんですが、これ5八金とここから受けるんですね。いやーすごい。で金かけてくるんですが、銀をがっちり埋めて、ここまでで後手が優勢が確定という感じですね。あとは、ソフト対ソフトでやらせたんですが、手堅く受け切って後手が勝ちました。まあ、ここまで知らないとちょっとね、きついかなと思いますね。うん、ということでここまでご覧いただいて本当にありがとうございました。今回は石田流本組をちょっとやっつけていったんですが、次回は、石田流本組より難敵とされている7七角型ですね、これをやっていきたいと思いますね。ちょっと一回戻していきますが、ここでまあ7七桂でなく7七角と上がってくる、この形がかなり厄介なんですね。これをちょっと調べていこうと思いますね。でその次は今度ここでまあ2六歩とついて、藤井システムみたいにこう端桂を絡めてね、攻めてくる手順をちょっと解説していきたいと思いますね。なんかこう、なんだろう、まあ、イメージ的にはこう突き捨ててから桂みたいな感じですかね。うん、いやーこれも初めて見たときはすごいびっくりしましたね。これが最前線みたいですね。はい、ということで、次回をお楽しみにということでこの辺で失礼いたします。ここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。